かしてくんだあいつら。だそういう連中も確かいないな。あで伊川は、うん、阪神にいた伊川が俺の小中高って、あもう後輩だ、直系の。あいつがメジャー行って実家の大洗ってところの、うん、家建て替えたからおふくろは広本ってうちは伊豆川だとか母ちゃんあメジャーだから俺みたいな、ね、そう日本のね。あいつもいい生活してますね。この前でも来てましたよ。あ解説やってたどっかで、あれあじゃなくてロサンゼルス来てましたよ。何やってんだろう。僕の近くのとこになんかホテル借りてやってましたよ。何やってんの。自主トレ一緒にやりましたもん。何の自主トレやんの。あ一応まだ一応まだ現役ですから。あの人、はい、頭大丈夫大丈夫じゃないですか。でもちゃんとやってましたよ僕。何年前だ。去年か。去年だね。去年来てで何しに来たの。グリーンカードの更新にしなくちゃいけないっつってそれで来たんですよ。で自主トレやるんで久田さん付き合ってくださいって。これ いいよってキャッチボールぐらいだったらできるっつってキャッチボールやって、うん、でバーッと走ったりしてやってましたよ。えグリーンカードって持ってんの。持ってます。なんでそのさらって。いやいやいや、あすごい。あグリーンカードですから。アメリカになかなか取れないでしょ。そうですね。まあでもね、でもやっぱ取れますよ。取れますけど、でもあの取れるその過程が早かった僕は。なんでだろう。あのね、大体その時にお尻出したとか知らないからな。そうですね。US は、うん、ガーバメントは関係ないそれ。もっと悪い役割としてる人いっぱいいるから。なるほど、うん、そうだから、うん、なんかね、やっぱメジャーリーグっていうリーガーっていうそのあれも肩書きもあると思うんですけど、税金納めてるっていうのもあるんですけど、うん、だからすごいよ早く。大体ね。その当時で、まあ、多分5年から6年で取れますって言われたんですけど、ずっと住んでると仮定してね、はい、で僕は6ヶ月で取れたんで、イエス、はい、だからえ、まあ、不法入国者じゃないじゃないですよちゃんとビザも持ってましたから、持って、はい、すごいな、はい、うん、だから一応だからそういう面では、まあそうね、アメリカ人としても認められるってこと。グリーンカード、いやアメリカ人としては認められないですけど、やっぱでも住んでいいよってだけ。そうだから税金納めるし。デブさんさあれでしょ、アメリカ人が例えばこっちに来て、うん、ね、それこそこっちの永住権取って、うんうん、じゃあアメリカ人かって言ったら、あ日本人かって言ったら違うんですよ。だって、ね、それこそラミなんかはもう日本人ですけど、聞かしたんだっけ、はい、聞かしてますけど、でもアメリカ日本人かって言ったら日本人じゃないじゃないですか。ないわな、はい、その括りと一緒です。だからあそういうこと、うん、やっぱりね、喋ってる言葉もやっぱり英語僕ら喋ってもそれは違うもんな。やっぱ違いますよね。違う違う、ああだからそういう考えたらやっぱりネイティブの言葉ってすごくね、重みがあるっていうか、ね、重みあるわな。ああ本物はそう、日本もそうじゃないですか。だからそうだな。だから、うん、その過去に起こした君はイエローカードは大丈夫だったっ。イエローカードはあれでほぼレッドカードじゃん、ジャイアンツで言えば俺なんかも完全レッドだもん、はい、何枚かいただきましたけど、メジャーでグリーンカードグリーンカードもあのステータスだよな、グリーンカード持ってるって。いやでもどうなんですかね、グリーンカレーはあんま好きじゃない。グリーンカレーは美味しいですよでもすごい生活だって。それで中畑さんの後輩だよ。そうですよ、中畑さんいいの、まあ、そういう生活して石井さんとね。俺あの人の自慢は俺はな、あの調布なんだよ電話つかないけどなってそういう人の後輩がメジャー行って、はい、まあまあね、グリーンカード持って、はい、じゃあ駒沢の時も中畑さんたちもやっぱきつかったらしいのよ、はい、もちろん先輩後輩、うんうん、もうないでしょ。いや僕らの時まだありましたね。で監督太田さん、太田さんさ、やばいな。太田監督はもうやっぱり やばいかどうかって、まあ恩師ですから、なんかあのちょいちょい駒沢ですんのやめてもらっていいですか、デーブさん。やばいな、さっきから。いやだってね、僕ねこれちょっと本当にやばいなと思ったのは、まあ僕もよく殴られたんですよ。でアンパンチだ、はい、でだってやられそうだよ、はあ、だって太田監督の、まあ、本出したんですね監督が、うん、その時に あの書いてあるのは高橋さんがプロになったやつの中では一番殴ったって書いてあるんですよ。それぐらいやられてるんです僕も。ちょっと待って、何したの別に何も別に特にしてないですけど。いやさっきのね、本当マスクしてね、うん、横切った時に怪しいわあれ殴られるわ。そんなピッチングとかで怒られるの。まあまあもう打たれてね、打たれてな殴られるのもあるし、例えばあのね、一番ちょっとね、僕こう一番心折られたのは、うん、立教ってこう僕らの時2部だったんですけど、うん、一部に上がってきて時あったんですよ、うん、でまあ僕らから言ったら立教かよみたいな感じだった、うん、弱いよ俺ら、そう弱いよ上からってだったんですけど、まあ駒大のやつらがその試合僕が投げてて打てなかったんですよ、うん、で僕もまあまあいいピッチングしてて、うん、でたまたまね1対1かなんかでちょっと均衡してて、僕もこうイライラしてたんですよ、うん、てめえなおじさん早く打てよと思いながら、うん、で3番かなんかのやつにバーンって投げたら
ダーンってデッドボールやってたんですよ、うん、で僕もギューってイライラしてるから立証のやつにそうでうわーってなってて立証だよなうん確かに立証だった、うんうん、でうわーってなっててでベンチから僕帽子取んなかったんですよその時なんかこうやってやんなかったんで、うん、でもその時からもうちょっとメジャースタイルとか思いながらやってたんですよまあ頑張るは頑張るそうそうそう、 うわーって言われたから立証からうそう何もやらないでうっせボケって言っちゃったんですよ言っちゃったのイライラしてたからうっせーそうでそれを多分太田監督が見ててでその後に終わっ試合終わってで負けたんだったかな確かに神宮で1点差かなんか負けてで高橋来いって言われてそのままベンチの方までそのあのなんつうアンツなんつうのあれあそこコンコース、うん、あのお店がバーンあーあそこ、はい、学生あっちだもんなロッカーロッカー上であるんですかだからビューッと連れてかれてその時のあの立証のベンチのとこまでロッカーまで目の前まで連れてかれて、うん座れって言われて足バーンって蹴られて膝コクンってなって座られたんです正座、うん、でお前なっつってそこでもう裏剣ですよこのまま殴られながら謝れっつってその何デッドボール当てた、選手と監督向こうの監督2人出てきてくれて、うん、でボコボコ殴られてるんですよでも監督やめてくださいやめてくださいみたいな向こうもらって死んじゃいますぐらいのいいから謝れっつって土下座ですもんそのまますいませんでしたっつってでそのままボコボコ殴られてあん時は本当ね自分の中でこのクソ自身マジで時は思うわなぶっ殺してやろうかなと思ったんですけどでもまあやっぱりねやっぱりその学生野球としてやらなくちゃいけないことはあったと思うんですよね、うん、だからまあ若かりし頃もねそのやっぱりやんちゃだったさあその流れを森重勝さんは組んでたよ、はい、あの岡田っていうジャイアンツにいたピッチャーと、うん、あの原口ってピッチャーがいたので、はい、試合前の時から後楽園ホールで前日森重さんが、うん、ボクシングを見に行ってたっていうんでちょっとこうそのパンチはどうとかやってるからちょっと嫌な空気あった森重さんはピッチングコーチだから、はい、でしかも森重さんは金属バットのノックバットを必ず持ってるのノックバットが好きなの、うん、あので中日の時も持ってましたね持ってるでしょ、はい、原口と岡田が試合でちょっと打たれてフォアボールとか出してるのに、うんうん、走ってこいって森重さんが言ったのにあいつらもいい根性してるのもっとゆっくり来たので実際部第二のライトから入ってきて来た瞬間バットがコテンって倒れた後めった打ち原口岡田フェンスからどんどん落ちてたから出た駒沢そうそうそう出たでもかっこいいのはその後に球団にそれを自分から報告して、うんうんうん、で球団と寮長に原口とあの岡田は今日俺が飲み連れてって必ずしっかり返すっつって飲み会をやる人だったね、うん、まあそのサポートがあったかどうかっていうのは分かんないですけどまあでも本当太田監督の話したら本当ね止まんないですよ駒澤大学 あの一緒にやった人は歴史はもう本当あの今考えたらもう笑っちゃう面白いなっていう感じででもその時は必死で本当もうこいつだけはと思いながらもやってたんですよねだって僕らあのこれねいろいろ話してるんですけど打たれてお前自然と最近話してないだって言われるんですよ、まあ、自然と話せないっていう感じになるじゃないですかはいって僕らでもそういう風に言わなくちゃいけないバカ野郎高橋ねお前あそこの木と話してきなさいとかって言うんですよ、ま、えみたいな本気で言うのはい真顔ですよだからで監督は大津さんはいつもこう散歩しながら木と会話できるらしいんですよ分かんないですけどね本当なのかどうかバカ野郎っつってお前話してこいって言われてバーって走っていくじゃないですかはじめまして高橋ですよろしくお願いしますとかっつって木と話すんですよでどうだお前何とか何て言ってた今日は何て言ってたんだって帰ってきて言うとあ頑張れって言ってましたバカやろそんなこと言ってないですよってもう一回話してこいって言われるんですよ真顔でやんのそう本当ですよだって僕らもだってそれで真顔でやんないと怒られるんですからでもねあの中橋さんのコンペとか、はい、太田さんよく来てて、はい、あんな感じじゃん、はい、おこわ来いとっくに挨拶もしてんのなんでって思って走っていってはいっつったら行くか行けそうそんな感じです。でもあのダミ声じゃないですか。まあドス聞いてる声で、まあ、だからねあの もちろん下級生とかにもあの見せるんですよね多分。見せしめですよね。うん、だから上級生こんだけやられてるのにお前らちゃんと締めないとダメだろうっていう感じもあると思うんですよね。だもう本当ねあの怖いっていうより殴られてももう僕らの時60過ぎだったんで痛くないんですよはっきり言ってはい。殴り方を知ってるっていうのもあるのかな。お前暴言だぞ。
別にこう殴られて痛くないんで、殴られて、いいよいいよ、うん、どうぞ別に大して痛くねえしみたいな感じではあるんですよね。でもだからやっぱりそれもやっぱりね、あの僕まだよう殴られた、本当殴られたなと思うんですけど、上級生がいて、僕下級生なのにもかかわらず上級生の前に殴られたんですよ、監督にね。でまあその時たまたまこうバーンって当たりどころ悪かったんで、鼻カーンってかすって鼻血がピューって出てたんですよ、うん、でバーって出ながら、殴られてる最中はずっと手後ろなんで決まってる、はい、必ず。で殴られたら必ず S って言わなくちゃいけない、 S、 はい、バーンって言ったら S、 SOS